久しぶりだったんで、まあ、ちょっと緊張して、まあ、ちょっと思いっきり投げたんで、まあ、考えられてよかったです。このゲームの中で、緊張がいくぞという声がかかったのは、どのあたりからか。8回、頑張った時点で、まあ、言われたんで、まあ、気持ちで願いました。
大まくないよ今日。大まく。小林さんと原さんと。